E.M. リオン経営大学院はフランスの高等商業学校。1872年設立。リオン商工会議所の支援を受ける。校舎はリオン市郊外の北西部にある。フランス特有のグランゼコールの高等商業学校として、同校は元来卒業後にフランスの大手企業の幹部候補生などのポジションを目指す者を養成する教育機関である。 一方、グランゼコールとしての機能や称号を維持しつつ、グランゼコール家庭とは別に、企業の経営とそれに付随する、様々な専門職に関する収支家庭等の提供を、次第に拡大してきている。アソシエーション2アドバンスコリージェット、スクールズオブビジネス、欧州品質改善システムからアクレディテーションを受けている。EM オン経営学大学院の正式名称は、 E.M. リオンビジネススクールである。設立以来、名称が幾度か変更され、リオン高等商業企業経営学校、リオン高等商業学校、リオンビジネススクールの時代を経て、2005年に、現在の正式名称が決定された。1872年に、リオン商工会議所によって、同本部建物の中に設立された学校で、設立以来、 ショートリオンの有力企業経営者が出資だけでなく直接教えてもいた。グランゼコールとしての EM リオンを代表するグランゼコール家庭は同行の提供する経営学の修士家庭の一つである。フランス特有のグランゼコール制度の伝承を受けつつも、米国のビジネススクールなどの教育スタイルの影響で徐々に進化した。学位はマスター・オブ・サイエンス・イン・マネージメント。 この過程では、全般的な経営学に関する基礎授業の習得のに、加え、各生徒が自主的に自分の職業的進路の希望に応じて、より専門的な授業のコースを組み立てるかできる。各自のコースの単位選択は原則として自由である。経営コンサルティング、マーケティング、人事、企業財務、金融市場などを専攻したり、あるいは、 複数の分野を組み合わせ専攻とすることが可能である。また、カリキュラムの一環として、1年間のインターンシップも必修である。一方、授業に加えて、商業系グランゼコールの特徴の一つでもある、クラブ活動も活発に行われている。同類の学校であるヘック経営学大学院と同様、グランゼコール家庭の定員は、例年約500人である。 入学試験に合格したグランゼコール準備学級生及びフランス国内大学の学士課程以上の卒業者に向けた別の入試に合格した者並びにフランス国外の大学出身者向けの国際入試に合格した者からなるグランゼコール準備学級生は修士課程への進学の要件である学士号を有していないため同行入学後 一旦一年ほどにわたる特別なバチェラープログラムを履修しなくてはならない。バチェラープログラムはグランゼコール家庭の一部とみなされていて、プログラムの中におよそ半年間の外国企業研修が盛り込まれているほか、経営学の基本的な学習が行われる。研修期間を入れると、経営学習し家庭自体を履修するには、休暇の有無や単位の取得のペースによるが、 通常3年がかかる。このため、EM リオン在籍期間は、グランゼコール準備学級出身の学生には、通常4年間、入学時に、すでに学士号を持っている、他校出身の学生には3年間である。他に、MBA 課程、企業管理職者向けの課程など、継続教育としてなど、各種のプログラムを提供している。表記の揺れ、エンリンビジネススクールフランスの、 商業系グランゼコールは、イースシーとも称される。1997年に改名大仏、検討校、小野正吉、都郎老夫氏の事例、田中貞夫総科大学一般教育部論集、31から57グランゼコールの準備学級は2年生である。ありがとうございます。